祈りの気持ちとか恐れの気持ちとか、人間がなんとか心の平安を保って生きていけるようにってやってたことだと思ってるから、てかそこに戻したい。優しかったんだろう。そうすることで彼女の痛みっていうのが私の痛みになるね。私はなんか死っていうのはもうそこにあるもの。自分が大人になるのは別にめんどくさい。